日本が次期戦闘機開発でイギリスとイタリアとの共同開発中ですが、取り沙汰されていたようにサウジアラビアが GCAP に熱視線を注いでいるという情報があります。今回は F-35 戦闘機を超える戦闘機開発にサウジアラビア参戦で赤信号点灯かについて見ていきます。やっぱりオイルマネーが欲しいイギリス、何でもありでしょうか。現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機ですが、イギリス及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられ、推進させるための参加国政府機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO が設立されることになりました。2023年12月14日に参加国が署名したそうです。この JIGO の設立条約は2024年5月、衆議院で可決されていましたが、6月5日の参議院本会議でも与党多数ですから、あっさり可決されました。これによって、日本の次期戦闘機開発が次の段階へ進められることになったのです。次期戦闘機については、当初、これまでのように、空自にはアメリカ製戦闘機を導入するか、F2 戦闘機のように、アメリカ製戦闘機を土台に開発された戦闘機を運用してきましたが、そのせいで、日本の国情に合わせた自由な改修もできず、アメリカの戦闘機メーカーに、高額な改修費用を支払わなければならないという問題が生じていました。この苦い歴史があったので、次期戦闘機は、15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力に次世代技術も適用できるゆとりある拡張生産自国における改修の自由度が高い。4国内企業が関与できる5開発及び取得のコストが安いなどの観点で検討が進められたのです。そして、2018年12月18日、内閣閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定された際、中期防において F2 戦闘機の後継機については、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進すると同時に、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されました。海外の既存戦闘機を導入する案は、技術上及び価格上でのデメリットが多いと見られたため、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるという方針になったのです。2020年10月、当時の岸防衛省が三菱重工業を開発したいとして正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表しました。そして、開発センターが愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場内に開設されることに決定したのです。同時に、海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先として、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、及びイギリスの BAE システムズの3社が候補とされました。当初は、これまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機や、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2など第5世代ステルス戦闘機を開発、製造したロッキード・マーティンが有力視されていましたが、かつて、F-2 戦闘機開発で、F-16 ファイティング・ファルコンを土台にするようにアメリカ側から強要された結果、中核的技術情報をブラックボックス化されたため、自由に事情に合わせた改修ができなくなった過去がありました。次期戦闘機でも、同様の状況に陥る危険性を指摘する声が上がっていたのです。また、アメリカ軍は、F-22 や F-35 などの後継となる戦闘機開発について、有人機の開発を進めることに懐疑的で、ロッキード・マーティンが、日本との技術提携に乗り気ではないこと、アメリカ側の戦闘機に対する要望が、日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるので関連性が低く、連携による開発が期待できないなど、問題視されるが項目が多く、政府と防衛省は、それまでの方針を転換し、イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすると、2022年5月公表しました。
イギリスは、現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる第6世代ステルス戦闘機テンペストの開発を、日本と同じタイミングで、イタリアなどと共同で進めています。さらに、イギリスとは、レーダーやミサイルなどで共同開発が進められていたことが決め手になったのでした。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府から GCAP の立ち上げが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発し配備する計画であると発表されたのです。GCAP に参画する各国の企業を紹介します。日本は、三菱重工が主契約者となり機体を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が電子機器を担当するそうです。イギリスは、機体は BAE システムズ、エンジンは、ロールス・ロイス、ミサイル開発を、MBDA、電子機器は、イタリア企業のレオナルド SPA のイギリス法人が担当することになりました。イタリアは、レオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加します。2023年12月14日、日本、イギリス、イタリア各政府は、GCAP の推進、管理を行うための国際機関として、JA、以後、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したのです。イギリスとイタリアは、この GCAP について完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げるために輸出を積極的に行いたい意向があるようです。イタリアのレオナルド SPA のロベルト・チンゴラーニ CEO などは将来的に開発計画に参加する国が増える可能性を排除すべきでないと述べていますから GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているようです。それに関連してイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事では、中東のサウジアラビアが GCAP に参加を希望しているという報道があったため、各方面に波紋が広がっているようです。サウジアラビア空軍は、ユーロファイタータイフーンを導入して運用しています。その際、同機を国内で組み立てる要望をしたという経緯がありますし、イギリスやイタリアとは、軍事面以外においても結びつきが強いとされているので、オイルダラーという強大な経済力を持つサウジアラビアが正式に参画希望を表明すれば、間違いなく賛成すると見られているのです。GCAP で開発される次期戦闘機の1機あたりのコストは様々な見方が出ていますが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超えるという見方が大勢です。庶民とすれば、とんでもない金額に感じるのですが、近年の戦闘機価格は、第5世代ステルス戦闘機 F-35 でも200億円近い金額です。無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能を追加し、より高性能な次期戦闘機は、200億円をはるかに超える金額と想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることでコストダウンを図る意図があるのでしょう。しかし、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則により、戦闘機の輸出が制限される日本は、GCAP の参加国が増えることについては、さほど積極的には出られないのですね。政府関係者がやきもきしても。そこで、日本政府は、お得意の抜け道を思いつきました。2024年3月26日、次期戦闘機輸出について、自民、公明両党の合意に基づき、歯止めを設けた上で、第三国への輸出を容認する方針を決定したのです。歯止めの内容は、輸出を容認する対象が次期戦闘機のみで、輸出先は、日本が、防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限るとしています。さらに、戦争や紛争など戦闘が行われている当事国には輸出しないとしています。日本は、2024年3月時点で、サウジアラビアとは、防衛装備品の輸出協定を結んではいませんが、協力という合意は得られているので、協定を結ぶことに支障はないとしています。しかし、そのサウジアラビアは、イスラム教シーア派などへ武力行使を実施しているのは事実ですし、紛争当事国とみなされる可能性も高いのです。イギリスやイタリアがサウジアラビアへ輸出することは、容認できても、
GCAP への参加を認めるのは難しいだろうと推測されているようです。沖縄県の北大東島に、防衛省が、航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているそうです。今回は、北大東村へのレーダー配備計画の情報を入手したので、それについて見ていきたいと思います。大東諸島の北大東島は、沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあります。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されました。防衛省は、2024年6月27日に北大東村側に正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じられました。木原防衛省は、6月25日の記者会見で、北大東村に、航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に、近年、我が国周辺の海空域で、ロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は、喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べました。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が、1992年、平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー J-TPS-102 と思われます。この J-TPS-102 には、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナが採用され、監視装置、中継装置、統制装置で構成されているそうです。この全方位、行革電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには、対電子対策、ECCM 性が大幅に向上したということです。また、航空自衛隊の防空識管制システムである、自動警戒管制組織、BATS との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には、人体への影響はないと確認されているのです。空自では、この J-TPS-102 を、北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊の3カ所に配備しています。その他には、沖縄県の那覇基地に、南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分県班に配備しているので、北大東島へ配備されれば、国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算です。2024年6月現在、大東諸島内には自衛隊施設はありません。そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定と言われています。北大東島は、住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成しています。約100万年前から20万年前に、珊瑚礁の数回の隆起によって形成され、
そのサンゴ礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われます。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て、中国大陸や日本列島とは一度もつながったことがないので、多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているのです。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール、特別保護地区は234ヘクタールです。指定の理由は、2島が、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有亜種の生息地であること、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているからです。貴重な、自然の残る島と言えましょう。一番大きい南大東島の面積は、約 30.6 平方キロメートルで、人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は、約 12.71 平方キロメートルで、人口約600人ほどですから、30人以上の自衛隊員が常駐すれば、北大東島にとって、過去にない人口増加になるでしょう。2013年10月現在、日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には、南大東島、北大東島それぞれに、県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はありますが、診療所では、治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっているそうです。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時一席確保してある村長席を利用して搬送できるそうです。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて、沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、LR2 連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるのです。そのため、搬送にはかなりの時間がかかっていました。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するので、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能とみられるので、北大東村議会は2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決しました。これを受けて、防衛省は、地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め、移動警戒隊の配備に適していると判断を下したのです。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の就役による沿岸海軍、地域海軍から、外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機の離れ発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるのです。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていました。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているのです。もし、西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊には、この海域での早期警戒用レーダー施設などがないので、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということです。沖縄県では、在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いのです。日本政府は、これまで、防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により、自力での防衛を目指す方針を立てました。そして、中国の軍事的台頭を理由に、2010年、平成22年の防衛計画大綱で、
島諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして、宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへ、ミサイル部隊などの進編、移駐を進めてきたのです。こういった動きに対して、基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しています。個人的感想ですが、これは納得できる主張と感じます。しかし、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは、沖縄に基地がなければ、確かに、沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は、中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いとか。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物です。政府は、地元の理解を得るには問題ないと安心しているようですが、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、そき回りして心配している向きも多いようですね。近年、海保巡視船の建造が進められています。巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして、南西諸島の監視活動が実施されています。これらの海域では、より多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされています。相手は、言うまでもなく中国海警局ですが、暁の攻防について見ていきたいと思います。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役しました。そして、度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海所保安本部に配属されたのです。この第10管区海所保安本部は、鹿児島港が母港で、レ、2名とともに暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われます。重要な役割を果たす黎明型巡視船の初舷は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇ります。規模だけで言えば、海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようですね。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないので、海自護衛艦で並走されているような追艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できません。あくまでも、警察力の範疇の艦艇なので、必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機銃2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装しているだけです。他には、殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置が装備されていますし、両舷には、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されているくらいです。海保の黎明型は、前級である、秋津島や前々級の敷島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船ですが、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られますが、計画年度が6年も離れているので、
全体的に改良が加えられています。例えば後部マストですが、秋津島は前部マストと同じラティス構造だったのに対し、レ・リメイはサーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されています。居住区画は乗組員への防音措置に配慮して、配置や性不在の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているそうです。また、海上治安の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているので、南西諸島での海賊対応などにも有効とされています。ちなみに、海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようです。この諸元を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、レ、イメイや暁が、やや小さく感じられますが、建造費を比べると、一隻1700億円もの差で、暁の約6倍近くもかかるのです。つまり、イージス艦が高額すぎて、金のレベルは桁違いということになりましょうか。海自護衛艦は、万が一の場合は敵国軍隊と戦うので、水上の戦闘艦として、巡視船よりも設計、構造的にも高額なのは仕方のないことと言えますが、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているのです。マヤ型には、SH-60 キロ哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は、他の大型巡視船と同様、完備に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われます。このスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロ、です。日本国内では、海保以外でも採用されている優秀な機体と言えましょう。暁に搭載されるヘリの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定しました。南九州の青い海と海保のイメージカラーのブルー、鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ、力強く南九州の海を守ってほしいという願いを込めた命名されたとされているようです。陸上自衛隊でも実際に3機のスーパーピューマ225を調達。木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていましたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようです。陸自に納入されている機体は数箇所回収されています。具体的には、操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため、排気口の排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているのです。陸自と同様、東京消防庁も3機配備していますが、救難、救助、救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しています。こういった状況下、海保は、日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に、各陸上拠点でも運用を行っています。赤月艦載機の青鷲が、今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているようです。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で中国政府の意向を示すものなので小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となります。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織でしたが2017年以降武装警察に連なる組織へと改編されたため軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではありません。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれませんが、2021年2月から海峡法が改正されたため、
警戒すべき事態になっているのは確かなのです。これによって、中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが、改正以前と比べて緩和されてしまったので、当局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけです。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところです。中国側とすれば、尖閣諸島は日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いので、日本が固有の領土だと考えていることとは、全く相入れない主張を繰り返しているのです。しかも、尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は、侵入してくる中国大型船から防護している状態なのに、海保側からの武力行使は一切できないのです。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば、容易に武力衝突が発生するとして、海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ていますが、それをなだめる論説として、中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実なのです。誰だって戦争は避けたいはずですよね。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れません。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはありませんから、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれません。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば、自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願います。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものですね。